やっぱ実在したんですね。いやいやいや、うっすら感じてたの、もしかしたら存在してる。え、なんかこ、いや、うん、事の発端は本当に、うん、あの X で私自分の名前結構エゴサするんですね、はい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 、でコスメのプロデュースとか、はい、した時になんかちょこちょこ増若翼になりたいおじさんだけどとか、増若翼と同じ美容院予約したおじさんだけどみたいな、なんだこの人たちは見ちゃった瞬間衝撃受けます、それで。で、一回書いてみたんですよ、うん、なんか最近確かに何年か前から髪の毛以前ショートカットにしたぐらいから、うん、なんか増若翼なりたおじさんいるなって思ってちょっとつぶやいてみたら、なんか一気に俺もなりたかったんだ、俺もだみたいな感じで、仲間たちが集まって、そしたらなんかアベプラが特集にするっていう、そうね意味わかんない何しろ